じゃあ今回は G フォートランの他に、他の MP ライブラリー入れるのにどうすればいいかってことですね。それでまあ例のことながら毎回これ使います。結構これ以外にあんまり書いてあるのは少ないんですよね。で第一技術さんのこれの毎回これ使ってるんですけど、この下のずっと下にまあいいか検索した方がいいか、OpenMPI というのを検索してもっと下の方に見ていくと、もっとちゃんとした検索でもっとさんとか探せる方があると思うんです。ここを入れることができます。で、これを参考にしてもらえばいいですね。で、これ何やってるかと言いますと、GCC と G プラスと G フォートランで、パッチと、で、あとライブラリーですね。FFTW とか、これ、フーリエ変換するライブラリーです。ライブラリーです。フーリエ変換するものとか、あとアトラスっていう、ラパック系列のやつですね。で、これは各 CPU に対して最適化するしているものです。で、これは普通のラパックで、これブラスですね。アトラスでごめんなさい、ブラスも入ってますね。で、あとは OpenMPI のものです。で、なんか最近、インテルフォートランがもう MKL がついてるので、昔はですね、インテルフォートランを使ったときに、ラパックとかブラスとかを独自にコンパイルしたいとかいうふうに使ってるんですけど、 FF さフーリエ変換とかもうだいぶインテルフォートランもいろんなものがついててですね、コンパイラーだけ買うって人は、こういう、ネットで調べて、ラパックとかいうのをここにありますけど、こういうのをダウンロードして、ダウンロードできるんですけど、こういうのをダウンロードして自分でコンパイルしてしなきゃいけないんですね。で、しなきゃいけなかったんですけど、で G フォートランについてはもうこの自動的にコンパイルされて使われるようなのがインストールできるようになってます。で、このコマンドで入れてもらえば、必要なものも全て入ります。で、あとはこの Ubuntu ソフトウェアセンターで同じように検索すると同じのが出てきますので、それを使ってもらってもいいです。例えばこれですね、コピーでこれです。で、これが出てきますので、これをインストールっていうのでもいいです。どちらでもいいです。それかこれターミナルで開いてこれしてもらうか、これでもいいです。こうやってやると OpenMPI が入ります。で、まあですね、どうしても個人的にコンパイルしたいっていう方も出てくると思うんで、それはまたいつか説明しようと思うんですけど、それやどう行ってもあんまり変わらないかなって気はします。なのでもうこれはですね、このままここのやつを入れてしまった方が早いですね。私はもう初心者の方はもうこれが一番いいと思います。なんか新しくコンパイルする気にはならないですね。もうあるものを使ってしまえというのが一番いいです。もう本当にあるものをどんどん入れてしまう。なんかうまくコンパイル入ってないような気がしますね。もうすでに入ってるのかな、ちょっとうまくいってないかもしれないですね。まあちょっとやってみましょう。なんかうまくいってないような感じはしますね。もっと時間かかるはずですからね。まあそういう場合はインストールセンターでやるしかないですね。うまくいってない可能性が高いです。あら、うまくいかない感じはします。なのでちょっとやってみましょう。本当にインストールされてたらこういう表示は出ませんので、ちょっとやってみましょうかね。コピーの、インストールできてないですね。なんでこれできてないのかちょっと分かんないですね。一個ずつやらなきゃいけないのかな。ちょっとうまくいかないので、まあ、これで入れそうとしましょう。まあ、めんどくさいですけど、これを順番にコピー&ペーストして、ここでインストールのボタンを押していくと。
あ、これは入ってますね。これを入れていきましょう。で、こうやって入れていきます。あら、うまくいってないですね。あ、リペアで押したらいけましたね。じゃあいけるかもしれないですね。じゃあちょっともう一回見てみましょう。これうまくいかなかったらもう自分でダウンロードして入れるしかないですね。あ、いけましたね。じゃあリペアを押してください。そしたらいけます。じゃあ FFTW さん、これも結構めんどくさいですね。で、こうやってペーストしていきます。あ、いっぱい出てきますね。で、これ対応したのを探すってことですね。ドックって書いてあるのはドキュメントですね。ルビーはルビー用のやつですね。で、普通のやつ探して入れましょう。あら、まあいいか。まあこれはいらなくてもいいかもしれないですね。まあとりあえず気になったら全どんどん入れていけばいいです。それで問題ないです。特に困ったことは起こることはないですね。で、 DIV って書いてあるのが、まあよく実際に使うライブラリになりますね。なのでこうやって入れていきます。で、モアインフォってところにいくつか詳細なことが書いてありますので、それを参考にしていただくことですね。あとは、これ閉じて、で、どこに入ってるかって言いますと、ちょっと覚えてないのにいかないですけど、USR の、USR ってところに、LS と入れて、で、おそらく LIV ってところに入ってるはずです。これで find と入れて、FFTW3 って入れたら、ごめんなさい。で、アサリスクも入れなきゃいけないですね。あ、出てこないですね。じゃあ、これじゃないですね。どこに入ってるかは、例えば、ウィッチで入れると出てきたりします。あら、私は間違ってますね。あれ？いいかな？ちょっと待ってくださいね。もうちょっと、久しぶりで忘れちゃったんですよね。あれ、ウィッチの単語間違ってましたっけ。合ってるな。例えば G フォトランだったらここにありますよっていうのが出てきます。なのでこれ入れたもののこれもどっかにあるはずです。じゃあちょっとやってみましょうかね。これは、分かんないときは、アスタリスクというか、スターつけて、ワイルドカードで、出てきませんね。ちょっと探すのが大変ですね。ちょっと忘れちゃいましたね。USR にあることは確かですね。ローカルに入っていることも多いです。ちょっと見てみましょう。で、ライブラリー、リーブはライブラリーの役ですので、そこに入ってるかもしれないです。違いますね。こうやってちょっと探さなきゃいけないですね。どこにあるかが忘れちゃうんですよね。瓶に入ってることもありますね。瓶にもないですね。そしたら、ここのすでにリブに入ってるかもしれないですね。リブ32にあるかもしれないです。ファインドで入れて、やると出てくる。あ、出てきましたね。なので、USR のリブのところに、ライブラリのところに入ってます。で、この A ってついたやつが、ライブラリのやつですね。で、F とか L とかいくつかありますんで、このスレッドついてる、スレッド計算する用のライブラリとかいくつかありますんで、それを使ってもらえばいいと思います。L は何だったかな、ロングだったかな。
F もいくつかあると思いますね。いくつか意味があるんですけど、誰かがネットで公開してると思います。それを使ってください。で、同じように調べてください。で、どこにリンクをつければいいのかっていうのですね。で、あとこういうのをコピーしていくと。どんどんコピーしていくと。ちょっと時間かかるんで、もうちょっと最後だけ、これだけにしましょう。OpenAPI だけやってみましょう。で、OpenAPI にこれを入れて、1個入れればもう全部入ってくれるかもしれないんですけど、そこはちょっと分かんないですね。これらも入るかどうかはちょっと調べないといけないですね。Ubuntu はもう賢いので、わざわざコンパイルしなくてもいいので、もう余計な入ってるものを使えばいいですね。 CentOS なんかで、あ、もう入ってくれてますね。ですと自分でコンパイルしなきゃいけないので非常に大変です。なのでこうやってできるものを使ってやると。でもうすぐ終わりますんでね、これでいけると思いますね。まあ、ちょっとオープン MPI、 あとこれ全部他もやってもらいたいと思いますけど、それが終わったら、MPIF、 忘れちゃったな、90だったかな。でこれで入れるとちゃんとこうやって出てきて、使えますよって出てきますんで、 MPI、CC だったかな。でこれで C コンパイラーも出てきます。MPI のコマンドがどれだったかちょっと私も結構忘れてしまったんですけど、 MPICC と、まあ、MPIF90 を使えばいいかなと思います。他のを使うことはないかな。ちょっと待ってくださいね。 MPIF90 ですね。あ、ここもこういう感じになってますけど、これは個人的に入れた場合にはこういうふうに指定することになるんですけど、もう自動的に入れたらコマンドで出てくるので、もうこういうのもこういうどこもう絶対アドレスで、USR のローカルの bin の入ってるこれを使いますよっていうのは指定しなくてもいいです。 MPIF90 でいいみたいですね。うん、のでこうやって使えばいいということですね。で、まあ、インストールはこれで終わりですんで、こういうふうにして、ライブラリ入れてもらえばいいと思います。